リリンさん、これも美味しいですよ。はい、お一つどうぞ。はぁーん、かすみさんばっかりずるいです。だって、今夜は管理人さんの歓迎会も兼ねてるんですもの。サービスしなきゃ。本当にもう管理人さんと仲良しなんですね。うさみょんも仲良しだし、管理人さんこっちに来て一緒に食べるだし。このチョコうまいな。は、この新製品作ってみたかったんだ。ほーらいい。それはうさみょんのでし。おまけのうさぎさんは。ユンはお子ちゃまなんだから。ちょっとマシロちゃん、その楽が私が狙ってたのよ。私は人の心を読めませんので、はっきりおっしゃっていただかないと。まあまあ、レイカちゃん、私のをあげるから。は、うるみちゃん、どうしたの？あ、あれ、欲しいの。あの焼き餅が食べたいのね。うん。みきちゃん、そっちの皿の、それ、小皿に一つ取ってもらえる？梅ヶ枝餅ですか？そう、それ。梅ヶ枝餅って言うんですか？ええ、菅原道真ゆかりの名家なんですよ。こんな美味しいものがあるなんて、日本は素敵ですね、千早さん。え、あ、そうですね。さてさて、天武竹縄、皆さん、提案があります。はい、マリンちゃん、隠し芸でもやるのか？違う違う、だって宴会って言ったら隠し芸だろ。はい、いつきちゃん、他人の発言中に横やりを入れないように。ではマリンちゃん、続けてください。はーい。私まだ管理人さんにちゃんと自己紹介してません。他にもそういう人っていると思います。そこでこの際、この場を借りて一人ずつ自己紹介をしてはどうでしょうか。それいいです、賛成です。仲良しになるための第一歩は自己紹介です。はい、それではケツを取ります。あ、そうそう、管理人さんも多数決に参加してくださいね。管理人さんが入れば13人、どちらかの結果が必ず出ますから。ではマリンちゃんの意見に賛成の人、手を挙げてください。賛成多数。よって、ただいまからみんなの自己紹介を始めることにします。まずは、芽生え寮201号室に住んでいる
内浦マリンです。年は14歳、中学2年生です。小学校の頃までは海外で暮らしてました。だから日本のこと、習慣とか時々わからないことあったりします。だからもし間違ったことしてもあんまり怒らないでくださいね。いろいろ教えてもらえたら嬉しいです。あ、けど日本は大好きなんですよ。昔から憧れてました。刺身、天ぷら、すき焼き、寿司、素敵なものいっぱい。食べ物ばかりですが。なんか言った？いえ。まあ、いっか。そういうわけだから管理人さん、今度一緒に美味しいものを食べに行きましょうね。以上、チューラマリンでした。はい、では次の人。千早さん、どうですか？けど、私、こういうの全然ダメで。いいから、いいから。あの、せめて最後に。結局やるんなら2番も最後も同じですよ。はーい、2番手は千早さんです。性格上、自己紹介は困難だと思われます。そうですね。じゃ、千早の自己紹介は何ですか？けど、みんなのことをちゃんと管理人さんに紹介しといた方がいいです。だから幸恵が代わりに紹介するです。千早ちゃん、それでいい？はい、すみません。それじゃ、始めます。彼女は芽生え寮の202号室に住んでいる星波千早ちゃんです。17歳の高校2年生です。ちょっと恥ずかしがり屋さんですけど、とってもいい子ですから、管理人さん、仲良くしてほしいです。千早ちゃんも、ね。千早ちゃんも、管理人さんと仲良くなれるよう、頑張るです。ね。はい。あの、よろしく。お願いします。次は私よ。はい、では次はレイカちゃんね。私はランザキレイカ、芽生え寮の302号室に住んでるわ。学年は高校2年、17歳よ。この私と一つ屋根の下に暮らせるなんて、あなた男として幸運極まりないんだから、それに見合った働きをしなくちゃダメよ。
私のためにしっかり働きなさいって言ってるのよ。いいこと？前のおばさんみたいに3日で逃げ出したりしたか承知しないから。まったく、あのおばさんと来たらちょっとこき使っただけで。はい、実はそうみたいなんです。そこ、何こそこそ話してるの？いいこと？この私に24時間すべてを捧げるくらいの気持ちでいなさい。わかった？何か言ったかしら？苦労なさるとは思いますけど。頑張ってくださいね。次はウサミュンが自己紹介するでし。芽生え寮の301号室に住んでるウサミユンでし。中学1年生でし。13歳でし。ウサミョンと管理人さんはもう仲良しでし。だからウサミョンのお友達とも管理人さんは仲良しになるでし。ぬいぐるみさんたちでし。ウサミョンのお部屋にみんないるでし。たくさんいるでし。ほんと管理人さんもみんなと仲良くなりたいって思うでしょ。わかったでし。それじゃあ次、私が行くね。私は芽生え寮102号室の野々花沙織です。高校3年の18歳です。好きなものはアウトドアスポーツ、学校のクラブ活動は陸上部に所属しています。昼間は本当にごめんなさい。本当になんともなかったですか？そっか、よかった。あ、そうだ、今度一緒に走りませんか？この辺は緑が多いから走っててすごく気持ちいいんですよ。さてと、芽生え寮でまだなのはあとはミキちゃんだけね。はい、それじゃあ、私は綾瀬美希です。芽生え寮の101号室に住んでいます。年齢は15歳、中学3年生です。お花が好きです。それからお菓子を作るのが好きです。とっても美味しいの。はい、この子私の妹なんです。綾瀬美穂です。つぼみ寮の101号室に住んでます。小学校4年生で10歳です。今日はごめんなさい。あら、何かあったんですか？あのね、私
初めて管理人さんと会ったとき、怖がって逃げちゃったの。そう。実はね、お姉ちゃんもなんだ。え？逃げはしなかったけど、お姉ちゃんも管理人さんを怖がっちゃったの。今でも怖い？うん。うん。じゃあ、私も怖がらない。管理人さんと仲良くなる。管理人さん、ミオと仲良しになってね。6年生です。管理人さんのお世話になることはまずないと思いますが、以後よろしくお願いします。では次はルミさんの番ですね。これで寮生たちの紹介はみんな終わりね。それじゃあ私たちの番ですね。かすみさん、お先にどうぞです。はい、では私から。私は進藤かすみ、この寮の職員で看護婦です。部屋はつぼみ寮の301号室ですけど、ほとんどの時間、医務室にいます。寮生の健康のケアが私の仕事です。誠心誠意お手当てしますから。あら、あなた。もうかすみさんに見ていただいた方が良さそうですけど。
体は丈夫でもおつむの方は。まあそれは大変ですわ。急いでお注射を。それじゃあ幸恵さんどうぞ。はいです、遠山幸恵です。つぼみ寮の302号室に住んでいて、この寮の職員でハウスメイドです。お料理を作ったりお掃除をしたりして寮生たちのお世話をするのが幸恵のお仕事。管理人さんと一緒に頑張ってこの寮を切り盛りするんです。よろしくお願いします。はいです、一緒に頑張れば全部大丈夫です。はい、これで全員の自己紹介終了です。うっす、じゃあ宴会モード再開だ。騒ぐぞ。カラオケはないのか。カラオケはそんなもの、寮の備品にはありません。私の美声ならアカペラで十分よ。
ことたくさんありますから。だから管理人さん、とっても頼りにしてます。あ、だけど幸恵にできることは幸恵頑張りますからね。はいです。調理場にありますから、取りに行ってきますね。お茶っ葉すぐに出しますから、少し待っててください。あれ？確か、この棚の中だと買い物から帰って食材と一緒に、確かこっちの方に、ちょっと待っててください。いいえ大丈夫です、待っててくださいね。
用事があったんじゃ。はい、おやすみなさい、管理人さん。管理人さん、心配していただいてありがとうございます。
私、走るのって得意じゃないから。それで沙織さんにコーチしてもらうことにしたんです。私はお姉ちゃんの応援です。かけっこで一番取るんだもんね。はい、沙織さんに教えてもらえばきっと速くなります。まあ走るのは得意ですからね。管理人さんは？学生時代どうでした？走るの速かったんですか？そうなんですか？じゃあ体育祭とか嫌いだったんですか？わかります。はいはいはい、頑張ります。お邪魔してます。みきちゃんとみおちゃんはもう少し頑張るって言ってましたけど。それで帰りがけの沙織ちゃんに通路でばったり会っちゃって、幸恵さんに誘われたからお茶に混ぜてもらったんです。それで幸恵さん、さっきの話ですけど。どうしましょう。それが体育祭のことなんです。職員代行の二人三脚に幸恵さんとかすみさんが出ることになったらしいんですよ。けど幸恵ってば運動神経鈍いんです。そして実はかすみさんも鈍いんですよ。そんなことあるんです。たくさんたくさんあるんですよ。うるうる。なんで体育祭に向けて練習しましょうって話になったんです。私がコーチしてあげますからって。けど学生時代からずっと鈍かったんです。今さら練習しても。けどかすみさんの意見も方がいいですし。じゃあかすみさんが賛成したら練習するということでどうです？そうですね、かすみさんがやりたいって言うなら。やりましょう。二人とも呼吸をしっかり合わせてください。
に。ちょっと風邪気味なだけだから。違うわ。その。少しだけよ。全然大したことないんだから。言ってんですか？小休止、絆創膏を取りに来たんです。かすみさん、ほんのちょっとすりむいただけです。全然大したことはありませんってば。それよか、そっちの方は？さっき、レイカちゃんがいたみたいですけど。ふんふん。そっか。レイカちゃんってああいう性格だから無理しちゃってたりするかも。レイカちゃんのことだから事態はありえないし、注意しといた方がいいかもしれませんね。できない。